これ絶対息できてないだろ。心配するとこそこ。腕足りなし。はい、ってことでどうも霊夢ですよっと。名乗るほどのものでもない。名乗れや。で、今日は何すんだっけ。近接武器揃えてプランテラね。プランテラに近接は分が悪いが。え、思うじゃん。まさかこいつに考えが。まあ見てなって。まずは軽く準備を整えて。怖いジャパニーズピーポー。まずは海賊討伐だな。なるほど、不安しかねえ。海賊来たか。この辺少なくとも海ないって。まあ所詮雑魚の束が気にすることねえ。まずは爆発弾を仕入れたい。イコール弾を忘れさせますか。12のボタン刺すな。とりあえず火薬は揃えた拠点に帰る。もたもたしてたら住人の命が。はい、袖固め息。自分の羽で帰れってことだ。空飛ぶ棺桶状態だって。微妙にエイム合わねえんだよな、飛行中。あとは武器商人助けてくれ。間違えてますけど買うなよ。まあさすがに間違えねえか。冷静さ大事にね。さあ爆発弾のお手並み拝見。あかん、これ聞く楽しい。マシンガンが爆発弾ぶっ飛すんだぜ。こっちではストレス発散に有効。体力が持てばな。今からナース行けばギリ助かる。冷静さを欠いたらうまくいかんぞ。結局のところ気合と根性と運だからな。あれ今そうやってでも終わんねえや。安心だな。極論死に戻りし続ければ勝てる。はぁ、敵に回せないやつということはわかる。これもう海賊ならぬ空賊だろ。屋内入れば雑魚な雑魚。すねてどっか行っちまったじゃねえか。威嚇射撃、威嚇射撃。まあ仕方ないので海賊船とため張りに。さあ海賊船と大満ハローぜ。空賊な。海賊だよ。相手はとにかく空から大砲落とす卑怯戦法だぜ。結局こいつらもどっかよ。大砲からはかなりダメージ食らうからな。弾速と攻撃力と弾の見えにくさが強いな。逆にどこが弱いんだよ。船自体の接触判定ないこと。これも早心機能だろ。よく考えればこの船飛行船じゃねえしな。これ飛ぶなんて全くおかしな話よ。もしかしてナースの薬の禁断症。結構大砲削れてきたな。鳥を飾れるいいボスだったんじゃねえか。強すぎず弱すぎず理不尽すぎずでいいわね。大砲のダメージにはきっと面食らったがな。おい無事討伐。たった一体で終わるとでも。こういうの相場は一体じゃん。まあおそらくこいつ倒せば終わりだ。じゃあない最後暴れたりますか。まず取り巻きの下っ端をそぼろろろろろろ。おいっそー。海賊襲撃終わった。終わったのに終わってないんだよな。海賊船だけは遠投頼んでくるんだよ。この後もややっちまってんだよ。帰れ。接触態度の悪い。ダメ。とっとと済まして帰らそうぜ。なんなんこの会話。お前が始めた物語だろ。血殴っちゃけ爆発弾強いか。もうちょい爆発範囲広いもんだと思ってた。こうちょっと色強いだけのマスケット弾。あいつにはもうノックバックしかねえ。ただデストロイヤーには使えるかも。敵対勢力どうしておくの、熱い武器なのに。いや爆破にしと武器承認。敵対勢力言わんから。あいつら絶対裏では仲いい。ジーフリーズの蓋交換してそう。もはや純愛だろそれ。まあ多様性の時代だからね。いい話風に締めやがった。おっ倒した。これでやっと近接武器の準備ができるわけか。製鉄と力のソウルが必要でね。それだけですでにだいぶ絞られたな。わかる人はもうわかるんじゃないかな。あの人ついて。そうぞ。爆発弾の倍速と武器が強すぎね。本当の標的は小松であった。でかい体力。いやデストロイヤーに負けんの。はい、とりあえずこれで近接用防具完成。あとは肝心の武器か。あとは光のソウル。ありとあらゆるソウル使うんだな。グラフィック特殊だしリロジックの根気が伺える。よっぽどキーアイテムにしたかっただろうね。おいちょっともう落ちてんぞ。ってことでやっと完成。ライトディスク。かなりデストロイヤー周回したな。でも相応の強さはあるんだよな。さすがにブーメラントップクラスの強さだぜ。壁反射に6枚同時になんかもう最強ね。これは見るからに強そう。振ってみな、飛ぶぞ。じゃ早速行っちまおうぜジャングル。これは楽しみ。ってことで早速ジャングルに来たわけだが、今回はとっておきのアイテムがあるわ。サインゲインカーの方法に。鉱石とかが光って見える最強アイテム。もはや一種の公式チートだぜ。これならすぐ見つかるっしょ。早速探してこうぜ。普段真っ暗でも一目瞭然。マイクラで例えたらエッツレイ。これはポーションです。それじゃあ失礼しますよん。こんなにあるなら困らねえな。ただクロロファイトは使い道が多いからな。例えば？呪文唱えるのやめてもろて。とりあえず足りなくなることは分かった。その代わり増えるぜ。は？ドロブロックに侵食して増えるぜ。でもどうせ増やすの面倒でしょ？ってなんでわかるんだよ。まあ普通に取っても量は確保できると思うぜ。なるほど、今回は普通に取ろう。こいつ露骨に面倒くさがってるよ。そういや無色木な薬ソファープできたわ。ホーネットとか女王鉢とかに対応したな。個人的な評価言っていい？どうぞ。女王鉢は鉄の穴改善してくれ。ボールクリーパーはこれ込みにしてもキモい。ディガーも色調どうにかできなかったのか。ダープリングに関しては助かってます。最後しっかり感謝伝えてんじゃねえか。適切にオンオフ選ばせてくれたら。まあある意味それがテラリアなんだぜ。まあそれは本当にそうなんだけどね。おいそこ骸骨商人いるぜ。おっやってるやってる。なんやかんや初なんだよな骸骨商人。おっこうんだな手作りパンある。これはで見た。一目瞭然超便利アイテム。あとはヨーヨー使わないなら関係ないものだな。この機会にヨーヨーへの乗り換えをとか言ってそう。もっと安けりゃ買ってた。じゃあな。ついでにプランテラのつぼみもあったわ。さすがに今壊すなよ。
さすがにつぼみ探しは嫌ね。地下探検家のポーションは便利か？思ってた5000兆倍は便利ね。5000兆円欲しそう。欲しくないやついないだろ。上に金チェストもあるじゃねえか。宝箱も使ってくれるのやっぱ便利ね。でもこの終盤チェストに弱るか？開けることに意味がある。まあこういうのはなんかワクワクする。これはスペランカー。期間期制用しとけ。まあこれからは罠確認するわ。人は経験から学んで成長するからね。すっげえ誰か言ってそうな名言。あとチャンネル登録者501人ありがとうございます。急にYouTuberっぽいこと言い出した。マンションの部屋番号みてえな数。66まであと59999000。ウロロファイトもだいぶ集まるな。もはや光さえともしてねえじゃねえか。鉱石の分布表してる？意外にそこら中に鉱石あるよな。ちょっかぼりしてるだけで鉱石が湧き出る。光る鉱石見てるだけで時間潰せそう。ゴールデンウィーク後半はテラリアで近掘りしてみては？さすがにヒリアレベル100。あれ硬くて掘り進めらんない。それドリルアックスだよな。取り巻きジーンだー。ジーンって掘り当てるようなもんなん。テラリア界ではよくある話なんだろ。ここに関してはまた今度って感じだな。見た感じかなり横幅あるな。ほんとそれよりそこにチタンとハトプリ。そういやチタンかまどまだだったか。この終盤でその密で喜ぶ人も稀だな。さすがに体力値400はいっときたい。今のままではいけないと思うか？今のままではいけない。だからこそ今のままではいけないと思うわ。まあ最近日本やばいからな。ガチで危機感持った方がいい。ジナクロロファイトは今どのくらいある？あ、それなら175個ね。そろそろ十分なんじゃねえか？いくら掘っても見つかるからやめときがねえ。その後結局数十個掘って爆発飛散したわ。まあなぜよ。上に戻ってきたからまずチタンのかまど。これがあれば焼けないものはない。でどんどん焼いてくわ。こんなん何個あってもいいですからね。こんだけあればギリ足りるか？思ってた倍ぐらいかまどに吸われた。まあ、防具ぐらいなら作れるだろ。じゃあ早速クロロファイトの仮面、プレートメール、で安定の足りないと、インゴット10個分、鉱石50個分だぜ。火を通せばバカみたいに傘が減る。これもう野菜かなんかだろ。光合成してるらしいし、もしかして本当に？まあ、そういう理屈なら仕方ない。んな感じで採掘完了っと。これでカノクロロファイトが完成か。早速スネ当てもポチッとな。蓄電装備完成だぜ。着替えてみたらこんな感じ。なんか頭上に森のパイロンねえか。いや見て非なるもの。このクリスタルが攻撃してくれるっぽい。ミニオンみたいな感じで頼りになるぜ。じゃこいつとプランテラしばきますか。まず KDF のために周り掘り抜く。間違えて壺に壊しそうでちょっと怖い。間違えて壊せばここに立てる運命。戦った時って勝ち筋薄いからね。いやー怖い怖い。ただ一回壺にと離れたらオッケー。あとはただの作業だな。テラリアでがっつり採掘始めてかもしれん。でもゴロゴロ掘れて気持ちいいよな。これはハマる。あとは足場敷いて。割といい感じじゃねえの。ハウジングで呪術追出したわ。そうか上流装置か。なんでこんなブロック知ってんの？いやチャンネルをフォローしてるから。でもこことあのチャンネル何の絡みもないんだぜ。あっちからしたらただのホラーだろ。まあそんな感じでこれ作っていくわ。イコルプラセコ。近接武器の名脇や。プランテラ絶対オスマンだろこいつ。とことんまで抜かりなく。あとは普通にキャンプファイヤー置きまして。こんなところにもナース呼び込むんか。ハウジング設定すれば勝手に来るから。交通費くらい支給したれ。徒歩しかねえだろ。自分と一人の命を任されるクソ責任重い仕事。私ならストライキするね。まあこれで準備オッケー。ポーションと食べ物食べたか？準備はあるから今から食べるわ。厳しい戦いになるだろうな。必ずや行って帰ってくる。死亡フラグ立てんな。覚悟と準備はいいか？いつでもかもんね。それじゃあ行くぜ。召喚。ライトディスクとイコルフラスコを信じる。相当当てやすいとは思うぜ。で今回は前回の経験からも学んだ。種を無視するとちまちま HP 削られるじゃん。お？正面からしか種飛んでこないじゃん。要はこいつの周りをくる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 。いろんな問題生じるからやめとけ。はひ、てかプランテラ、弱くね。KDF が強いのかブンメランが強いのか。ただ少なくともこのペースなら勝てる。ただこの辺からスパイクボール解禁だ。なんで植物が平気で兵器持ってんだよ。どれがスパイクボールかわかんねえな。いや無視すんなし。てかナースもうほぼ傍観者じゃね。部屋にはプランテラ来るし仕事はないし。とかわいそうじゃねえか。一応保険犬に来たてだから。ナース今からでも遅くない逃げろ。これもうこっちが悪役だろ。とか言ってたらプランテラ第二形態。移動速度速すぎじゃね。これは等速です。2倍も出てくるし移動早いし何これ。でも今まで通りくるくるしてはよくね。アマンダ普通に避けられんじゃん。避けんの結構楽しいやつだぜ。ライトディスクの雑魚処理が光る。この手数の多さが癖になるわね。ライトディスク最上。デストロイヤーと周回した甲斐あったわ。もはやテラリアで一番好きだわこの武器。取り巻きもちょうど倒しきれる頃じゃねえか。起きて倒した。早くなった移動にだけ気をつけろよ。割とここまで来たら半分ゴリ押しでいける。相手 HP は残り5000とちょっと。ブーメランの DPS は500とちょっと。勝てる、勝てるぞ。初見こそ面食らったが慣れれば余裕。プランテラよ、機会があればまた会おう。それなりに強かったわ。無事討伐だな。ここで気になるのはドロップアイテム。言っても特に面白いもんはねえぜ。このロケット弾ってやつは？これはなんか、よくわからんぜ。打ち出すグレネードランチャー見逃していた。
ってことで今回はここまで。次回はダンジョンとジャングル寺院行くわ。セリフ奪うのやめてもらっていいっすか。まあ次回もよろしく。